江戸登りとは、江戸幕府へ派遣された、琉球国中三王府の経河施設、琉球施設とも呼ばれる。江戸登りは、薩摩の琉球侵攻後の1634年から、幕末の1850年まで間に18回、行われた。これらには、琉球国王即位の際に派遣される、社恩使と、幕府将軍就職の際に派遣される、経が使とがあった。なお、 1873年に、明治維新の経過史が上京したが、これは通常、江戸登りとしては数えない。天保3年の琉球施設6月頃季節風に乗り、琉球を出発、薩摩山川港に至る。琉球館にて、しばらく滞在し、9月頃薩摩を出発、長崎を経て、下関から船で、瀬戸内海を抜けて、大阪に上陸。京都を経て、 東海道を東へ下り、江戸に着くのは11月頃である。1から2ヶ月ほど滞在し、年が明けてから江戸を出発、大阪までは陸路、その後回路にて薩摩を経由し、琉球へ戻る。ほぼ1年がかりの旅であった。その道中は、異国を支配する薩摩藩及び、異国からの施設の来訪を受ける幕府を前面に出す、ことによって、両者の権威公用に利用された。 施設には、琉球音楽を演奏したり、琉球舞踊を踊るための要因も含まれており、特に露志学は、江戸登りのルート上にある地域の農村芸能にも影響を与え、また将軍や幕閣の前でも披露された。その他、随行員には、和歌、茶道をはじめとする諸芸能に通じている者も,も派遣されており、これらの人的交流を通して、中国と日本の文化が、 混然一体となった、琉球独自の文化が形作られていった。朝田だから、後に、朝吉に改める。朝日から、後に、朝幸に改める。朝直から、後に、朝栄に改める。欧路、鹿児島にて死去。急遽、普天間親雲城朝天が、替え玉となり富城ぐす王子役を務めた。ありがとうございます。